よー、スイタです。今回もキノコヌン続き実況プレイしていきましょう。今回がおそらく本当に最終回なんで、皆さん頑張ってみてください。で、これ今どういう状況っていう、みんな思ってるよね。これね、あれ、第4週目、殺意に満ち溢れてないヌンちゃんの第4週目って感じだね。で、ここ、前回殺意のところっておかしいな。殺意のルートのルンちゃんで見たルートを行けたんだよね。そうそうそう。あ、ちなみにこれあれですよ。僕が発見したんじゃなくて、まあ、潔く言うんですけど、見ました攻略、わからなかったんで。なんで、まあ、4周目でここで入れて、ここでいろいろしていくって感じだね。じゃあやっていきましょう。で、ね、ここさっき調べたんだよね。ここさっき調べたらなんか、スペア解除ディスクっていうのがあるらしいんだよ。これ作ってみよう。うん。では、まずカードキーをお願いします。カードキーは本でいいのかな？はい。これで。では、次にディスクをお願いします。ディスクね。ディスクは、まあ、単純にフロッピーでいいのかな？解除を作成中。うん。完成。これで解除用ディスクってのはどれだ？まあ、よくわかんねえわ。まあ、ディスクがそれになってるってことなのかな。で、まあ、これ人形もあるしね。この人形パペットだ。パペットの手に入れた。なんでここに？うん。で、一番気になるのこれね。何こいつ。誰これ？なくなっちゃった。これ、あれかな？もしかしてワンチャン、殺意に満ち溢れた世界線のヌンちゃんだってすんのかな。そしたら、まあ、降りれますよ、だけど。まあ、使っておくか。うん。切り落として。で、こっからですよ、皆さん。こっから、まあ、今のディスクを使って、右に行くらしいです。右じゃねえわ、左か。なんか、子供の死体みたいな、言ったところ。覚えてるかな？ここの下だね。ここ。ここに、フロッピー使って、入れて、よし、これで、謎解きはない。よし。いった。お前、誰なんだよ、本当に。ちょっと待って。なんか持ってく？メガネかけとく。あ、なんかある。こんなところにメモが落ちる。4ページ目だ。でも、これは、見たな。うん。これ、何言ってるか全然わかんなかったやつ。うん。4番目の僕であり、なんちゃらかんちゃらね。うん。他にもどっか、ページ散らばってたりすんのかな。まあ、とりあえず、話しかけよっか。女の子がいるよ。こんにちは。なんも喋んない。気難しい性格なのかな？おい、ちょっと、かわいそう。話してあげて。でも、なんでこんなところに？確かに。ね。ん？なんだなんだ？なんかアイテム使える？さすがになんかあるはずなんだよね。鍵が全部揃ってないのが問題なのかな？電池。違う。剣でぶった切る。違う。フロッピー見せてみる？違う。パペットか？パペットで、有効換気を広めようとしてみる。来た！あ！パペット捉え、あ、ほんとだ、撮ってる、かわいい。なんかかわいいな、こいつ。こんにちは。おい、ようやく話してくれた。わ。こんにちは。何この音楽。何？私はヌンって言います。あなたお名前は？名前、幼い子なのか、本当に。ヌン、キノコヌン。あ、タイトル回収来た、これ。キノコヌン。だから、キノコとヌンちゃんが合体した携帯みたいな感じの認識でいい？え？コヌ、あ、ここでコヌが来るんだ。この子がコヌか。え？コヌ。名前。そっか。コヌちゃんって言うんだね。よろしくね、コヌちゃん。
え、ちょっと待って、いつだっけパペット見てさ、コヌちゃんって言ってたの。あ、そうか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 、なるほどなるほど。殺意に溢れた一周目、殺意に溢れた一周目でパペット見てコヌちゃんって言ったんだ。だから、流れ的にはまずさ、先にこっちをやるべきだったのか。いや無理だろそれは、それ無理よ。よろしくねコヌちゃん、よろしくね。うん、コヌちゃんはいくつかな、いくつ、お年だよ、年齢いくつかな。うん、そうだね、25歳でさ、成人だったんだ。先人だったか。あ、そりゃ知らなかった。ごめんね。うん。でさ、気になってんだけど、キノコ喋っていいぞ、別に。キノコ喋っていいぞ。うん。年上。あー、いや、冗談だね、きっと。いや、年上じゃないです。ルンちゃん、実は100歳超えてます、これ。うん。で、コノちゃんはずっとここに住んでるの？そうだね、ずっとずっとここにいる。今日も昨日も明日も。ん？なんか監禁されてるんだもん、多分ね。でもお父さんが言ってた。お父さん？ヌンちゃんが来てくれたから大丈夫だって。おう。私が来てくれたから大丈夫？ごめん、コヌちゃん、それってどういう意味？知らない。おう。でもお礼はしなきゃ。ありがとう、ヌンちゃん。どういたしまして。ん？どういうことだい？どういうことだろう、うん、わかんないね。この子、キノコさんと関係あるの？なんか喋るよ、お前。キノコさん、この部屋に入ってから全く喋らないね。そうなんだよ。こいつ、話していいぞ、全然。気にしてんで。ねえ、コヌちゃん。ん？コヌちゃんのお父さんってどんな人？お父さん。ん？優しいよ。いつも褒めてくれるし。ほんとかい？なんかクズって言われてたけどね。私の願いも叶えてくれるんだって。私の願いを叶えてくる？願いって、なんだろう、願いって。秘密。外に出たいか。コノちゃんのお父さんってどこにいるの？質問攻め。研究所で研究してるんだって。研究所？あのボロボロの研究所？なんか奥にいたのがお父さん。あ、そうかそうか。あのキノコに変身してたのがキノコか。ん？お父さんか。でも、コヌが呼べばお父さんいつも来てくれる。そうなのか。やめて。ごめんごめん。今それだけやめて。お父さん。ああ、よかった。ああ、息が止まるかと思った。息が詰まった。今日は来てくれないみたい。忙しいのかな？よかったよかった。で、いっぱいおしゃべりして、コヌ、疲れちゃった。そう。うん、ここまでかな。結局この子が何なのかよくわからなかった。じゃあ私はそろそろ行くね。バイバイ、コヌちゃん。うん。で？終わりか。これで、あとは脱出すればいいのかな。ね。じゃあ脱出してみますか。おー、びくしゃー。またね、ヌンちゃん。またね。またね、またね。あ、べえ、俺、歩数あるんだった。あ、いや、ここに入ってからカウントされてないのか。あ、されてねえんだ。あ、じゃあ、今度こそ脱出します。さて、ここまで来ましたと。まあ、これで何かあるのかな？うん。まあ、キノコは倒れて、まあ、変わらないね。こっから、女の子、コヌちゃんが出てくるのかなって感じだけど、うん、とても長い一日だったと。はいはいはい。帰ろう。はい。で、これで途中までは一緒とかなのかな？あれ？なんか、変わってなくない？変わってないんですけど。まあ、こっから、あれ？嘘。変わってなくない？なんか。なんで？ああ。え？ 7 プラス。7プラス。冬山竹ってなんだ、しかも。7プラスだったっけ？おぉ！来た。コヌちゃん？コヌちゃん？お父さん？
大きな音をしたから外に出たよ。外に出て大丈夫なのかお前。お父さん？どこ？お父さんはドイツだ。キノコか？あれー、ちょっとわかんなくなってきたかもしれないな。ヌンに殺意が芽生えた。このタイミングで。で？待って。見るよ、一応。来たー。いやー、これでか。ちょっと待ってね。一応、ニューゲームでもう一回見るよ。はい。これで、コヌちゃんの、いるー。コヌちゃんがおるー。はいはい。まあまあまあ、これで、はい、皆さん。10秒後にまた、最高のエンドでお会いしましょう。それでは、カット。え？え？え、ちょっと待って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 。いや、まあ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 、落ち着こう一回。待ってよ。俺はね、そうなんだよね。一個ね、回収してないフラグあるからね、ちょっと気になってはいたんだよね。まあ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 。まあ、それをね、ちょっと確かめるがてらね。まあ、やっていきましょう。ちょっと、まあまあまあ、まあ、ここまではまあ、一瞬で来れたんですけどね。マジ一瞬。ちなみに本当にこれ、薬浴びてるんで、これでクリアしちゃえばもうクリアっていう状態だね。で、一つでやってないっていうのはなんか、キノコは音楽に釣られるっていうフラグを回収してなくて、それをやっぱ今から多分使うと思うんだよね。で、左行くとダメだから、上からこうやって回って、が、レベルアップ、オッケーオッケーオッケー。ここの音楽、二電池使えるんで、絶対これ使わないわけがないんで、これ電池持って、これ鳴らそう。ノイズ、え？ノイズしか聞こえない。え？使わないん？あ、いや、釣られてるし。いや、でもこれで脱出できるってことでいいのかな。よし、よかったよかったよかった。オッケー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 。じゃあもうこれ本当にクリアです。はい、こんな感じです。皆さん、どうだ？閉まらないでしょう。閉まらないでしょう。僕最後スタイリッシュに、はい、もうここまで一瞬で来ちゃいましたってやろうとしたのに、ん？あれ？捕まっちゃったって、カットを開けるっていうちょっとかっこ悪い姿見せてしまったんですけど、これで外に出ると。よし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 。はい、もうナイス。もう本当にナイス。もう本当にないです。もうこれで本当にもう消滅、完全消滅して、ヌンちゃんも殺意がないんで、本当にスーパーハッピーエンドになります、これで。なるはずです。はい、やってみろよ、お前。お前薬漬けしてるからもう無理だぞ。残念ながらね、もう君はもう死ぬ運命なんですわ。うん。はい、わ。私は帰るんだー！開けるなー。あ、でもさ、こう一番最初私は帰るんだって言ってたっけ？久しぶりしてて覚えてないけど。太陽だ。はぁ、あ。よし、いいぞ。お前とも最後だな、これで。キノコ。終わった。とても、長い一日だった。まだ殺意覚えてない純粋なヌンちゃん。うん、お父さんと母さん待ってるね。これでも生えてこないもんな。うん。薬浴びて、俺がミスってない限り。もうすっかり夜になっちゃった。お母さん怒ってるかな？ただいまー。うん。これね、お父さんも探しに行ってて、いろいろあってさ。さて、ここはエンド2と同じだけど、さすがに変わってると思いたいよ。よし！生えてこない。よし！かわいらしいヌンちゃん。ごちそうさま。ね、すごく美味しかったよ。いつもありがとう。おー、死と隣り合わせの状況に立ってね、いつもいるこの環境がね、幸せだって気づいたわけですわ。お母さん。うん。え？私何か変かな？普通だよ。へへ。
かわいい。あ、私お手伝いするよ。いい子だ。え、いいじゃん、今日はそういう気分なの。うん、お父さんかな。お父さん、おかえり。なんでそんなに涙目なの。涙目のルカ、やっぱいなくなったと思ったからかな。そんな、私は遠くへなんか行ったりしないよ。母さん、今日はね、すっごい不思議なことがあったんだよ。うん、あのねうん、キノコの話すんのかな。これで終わりか。いや、純粋なハッピーエンドでよかったわ、本当に。エンディングナンバーワン、トゥルーエンド、帰宅。よし、本当によかった。シイタケ級、松茸じゃないんだ。うん。はい、そして、ヌン、よかった。でもこれニューゲームするとどうなの？うん。目がイカれてるヌンちゃんじゃないよね。あ、これでまた、さっきと同じ会話になるのかな？あ、オッケー。いや、本当によかったね。いや、本当にいいエンドになったね。また目が気持ち悪くなっちゃう、すさんだヌンちゃんじゃなくてよかったね、本当に。ここまでプレイしていただき、いや、本当にこちらこそありがとうございました。本当にね、ハマっちゃったわ、このゲーム。想像を超えてたね。え、文章と相変わらず雑な作りですが、いや、そんなことないです。楽しんでいただけたら幸いです。ではまた。はい。ということでね、いやー、よかった、本当に。ヌン、かわいい。いや、なんかあれだね、このタイトル画面さ、すさんだヌンちゃんを見た後もこのタイトルだったけどさ、純粋なヌンちゃんエンディングを見た後だとさ、このヌンちゃんすごい可愛く感じるわ。なかったことにする。あ、これ左下に書いてあるね。よし、これで全部揃ってるし、ここまでプレイしてくれてありがとう。本当にありがとうございました。うん、もうやり直せない。やだやだ、絶対やだ。俺もこの最高の状態で終わる。はい、ということでですね。いや、本当になんか新感覚のホラーゲームというか、いろんなね、何回も死に戻りを繰り返してね、やる、すごい、やり込み要素の強いゲームでした。うん。今途中でね、迷ったりしてね、いろいろ苦労したこともありましたけど、無事ね、クリアすることができました。まあ、最後まで見た方もね、本当にありがとうございました。ということでね、まあ、今回はこんぐらいで終わりになるんですが、次回以降もね、まあね、フリーホラーもね、いろいろリクエストもらったんでね、ちょうどね、それやっていこうと思うので、ぜひ、他のね、実況も見ていってくれたら嬉しいです。ということで、この実況シリーズが面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも教えてね。それではまた次の実況でお会いしましょう。実況者は私、チーターでお送りいたしました。さよなら。